フレデリク・モンテナールは、フランスの画家である。風景画や海洋画を描いた。パリで生まれた。家族は、プロバンスの出身で、おじに彫刻家のジャンバティストジローがいる。エコールデ・ボザールで、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌに学んだ。1872年に初めてサロンド・パリに、風景画、海洋画を出展した。1873年に、同僚の画家のギュスターブ・ガローとオクターブ・ギャランと、 文工の街トゥーロンにスタジオを開いた。1878年には W 和い画家のウジェーヌ・ドーファンもスタジオに加わった。1883年にはフランス政府に作品2点が買い上げられ、1889年のパリ・万国博覧会の展覧会に出展し、金賞を受賞した。1890年にシャバンヌラの設立した。 国民美術協会の再建に貢献し、1890年にレジオンドヌール勲章を受訓した。ブラジルからフランスに留学してきた画家のジョバンニ・バッティスタ・カスタニエートをフランソ・アナルディと共に指導した。トゥーロンの美術学校でも教えた。1892年以降は大西洋の海洋を描くのをやめ、家族の出身地のプロヴァンスの風景や村の生活を描くようになった。 1894年4に、マルセイユの芸術宮殿の壁画を描く仕事を依頼された。有名な画家の作品を飾っていることで知られる、パリのレストラン、ル・トランブルーのためにも2点の作品を描いた。第一次世界大戦後は、プロバンス、バール県の父親の建てた屋敷で暮らした。ありがとうございます。